ニーパイプは中国憲法の流れを組むものであり、身体の屈伸や円運動などによる体さばき、受けからの肘固め、もろ手突き、一本拳の突きなどの技法に特徴がある。これらの攻防の技を敏捷に、また緩急の動作をリズミカルに演武することが要求される。ニーパイプ、ニーパイプ、
集団兼支え受けをゆっくり行う。四股立ちとなり、小手受けと同時に縦一本剣で突く。胸を張り、上段差し手を行い、四股立ちとなり、中段肘当てを行う。肘当てから肘固めまで連続して個々に技を決め、肘当て、突き以外の手技は丸みを持たせ、リズミカルな動作をする。上段差し手から左小を頸部の高さに下げ、剣椎で打つ。肘固めは脇を締め、両腕を立てるようにして決める。縦一本剣で下方へ突き、さらに右手の甲を前方へ向け、右肩の上まで上げる。右足甲を左膝裏へつけ、掛け手は肘を締め、脇を開けないようにする。両掌を重ねたまま前方へ伸ばし、引き戻す。打ち落としの腕は水平で止め、基立ち、四股立ちの区別をつける。押さえ受けと同時に中段へ一本剣で突く。
集団救い受けと同時に下段へ一本剣で突く。中段蹴りを手のひらに当て、肘当ては体の中心に行う。さらに肘繰り受けを行う。